はい、こんにちは、まあやチャンネル前原です。はい、今日はですねちょっとお知らせがありまして、はい、なんとですねまあやチャンネルの総再生回数がなんと1億回を突破しましたね。おめでとうございます。すごいね、おめでとうございます。はい、ということでね注意されたわ。はい、ということでいつから始めたんだっけ。 YouTube の登録をしたのが2010年だったんですね。ただまあその時はもう本当にプライベートな動画しかアップしてなくて、それで5年前だね。そう、5年前かな、2010年の12月にプラレールのえちゃんが遊んでる動画をアップしたんだよね。でそれがなんか数ヶ月でちょこちょこ再生されるようになって、あ、なんか YouTube って面白いなと思って、2012年ぐらい、またちょっと1年ぐらい空くんだけど、2012年ぐらいから本格的にやり始めたんですね、うちはね。はい、なんでね、まあちょっとこの辺に貼っときますか。エイシン君がねちっちゃい時のプラレールで遊んだ時の動画出てると思いますけどもね。今だいたいね、月に300-400万回再生されてるわけだよ。だけど今月っていうかこの28日間のうちに500万回もすでに再生されてるのね。すごいいいんだよね。いきなりこうガーンと上がって、それって先月末にアップしたマイチャンネルマイクラゾンビ、あれがねもう20万回突破してんだよね。だから多分あれの影響があって、このちょっと予定よりも早く1億回突破したということで、すごいですね。1億だよ。まあ他にもいろいろね思い出あったけど、なんかありますか。これ楽しかったなとか。ないですか。ないの。ないんかい。パパはね去年ね、去年のハロウィンの動画良かったかな。あとはすごくね今まではプラレールばっかりが再生されてたんだけど、うちの動画ね、最近は仮面ライダーとか、パパが好きだしエイシン君も好きなスターウォーズがちょこちょこ再生されるようになってきて、っていうのはほら親子対決やったじゃん、マエチャンネル、あ違う、ダースマエチャンネルね、 あれもまあまあ言ってるので、そう、あれ良かったかな、やっぱね、ちょっと劇っぽくしたのがね、あれ初めてだったかもしれないね、もしかしたら。はい、そんな感じでですね、これからもマエチャンネルは続いていく予定なんですけれども、はい、これからなんかやりたいなとかそういうのはある。まあ親子対決はねこれからも多分やっていくと思うんだけど、そうだね、いろいろ体験とかやってきたよな、工場見学とか、ね、工場見学でも撮影 OK か分かんないけど、それにしてもやっとセーバー対決またやりたいと思う。またやりたい、うん、じゃまたなんか別のパパはキャラにならないと、なんか工作するのもいいかもしれない。工作ね、前ね、あれやったもんね、 N ゲージ情景制作とかね、まあ、あれはパパが中心的に作ってったけど、もう A ちゃんね、もう随分いろいろ分かるようになって A ちゃん自体が作れるようになってきてるから、まあ何かそういうのまた始めてもいいかもしれないね。はいはい、はい、ということでですね、まあやチャンネルの総再生回数が1億回を突破したという、もうとんでもなくですよ、おめでたい。パパとね、シンクにしてはもう本当にすごいことで、こんなに普通のね、一般のおじさんと子供がですよ。おじさんじゃない、おじさんと子供、お父さんでしょ。まあそうだけど、がねやってる動画が全部で1億回もあるなんて、とんでもないことですよ。ありがたいね、本当に見てくださってる皆さんのおかげですね、皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いしますね。はい、はい、ということで今日の動画ぜひですね高評価してほしいですね、はい、皆さんにね1億回 おめでとうっていう意味でも高評価してほしいですね。そして、この動画初めて見たとかね、今まで見てたけどチャンネル登録してなかったって方はぜひチャンネル登録もお願いしますね、はい、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネル出てくるようになりますんでね、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、お祝いのコメントとかいただけると嬉しいですね、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。